わらのみんな、オス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 。あたいはネットであわらのマスコット、あわらびっと。どうぞよろしく。このあわらの目では、あわらしてやったあんなことやこんなこと、楽しいことを伝えていくから、お楽しみに。さて早速今回はこちら、チェーンソーから生まれる芸術を間近で見られるイベントの話題から、レッツラポン。おお、すごい迫力。何を作ってるのかな。10月18日に刈谷林道沿いの林業体験広場で行われたのは、チェーンソーで丸太を削って作品を作るチェーンソーアート。子どもたちに林業についてもっと知ってほしいと、地元の見学文化共栄会が企画したもので、金沢東小学校の1年生と2年生が見学に来ていたよ。スイスイッとチェーンソーの刃が入ってどんどん削れていく。最初に大まかな形に切ってから、どんどん細かく削っていくんだって。難しそう。チェーンソーは1個だけじゃなくて、線を彫りたい時に使うものや、表面を滑らかにしたい時に使うものがあって、何本も使い分けて作品を作っていくよ。普段なかなか見られないチェーンソーアートに子どもたちは興味津々。貴重な経験だね。お、だいぶ形になってきた。みんなも何を作っているのか分かったみたい。最後に文字を彫ったら完成。うわー、ピースだ。チェーンソーだけで作ったとは思えないほど滑らかで本物の手みたい。完成した作品は金沢東小学校に寄贈されるんだって。大切にしてあげてね。はじめはウサギだと思ったけど、途中からチョキだと気づけました。学校に持って行ってくれるのが嬉しいです。ずっと見てたいと思いました。清流プロジェクト、本来は清流ということで、稚魚放流ということですが、この秋は放流できないということで、林業体験というものをする中で、子どもらが見て感動するものを今回選ばせていただきました。来年からは、5年生6年生対象となるので、将来のことも考えていく時期やと思いますので、今度高学年の方にやろうかなと思っています。林業や自然の面白さが学べた今回のチェーンソーアート、大きくなった時の夢がまた一つ増えたかな。楽しみ。おかずパン。さて続いてはこちら、高校生が地元で働く人たちからリアルな声を聞くイベントのお話から、レッツラポン。10月27日に金沢高等学校で行われていたのは、あずわず×町の担い手作りプログラム。地元で働く社会人をゲストティーチャーとして招いて、高校生たちが自分の今後の進路に興味を持ち、地域貢献することへの意義を感じてもらうことを目的に開催されたよ。高校生たちは疑問に思ったことをゲストティーチャーに質問して、働くとはどういうことなのか、どう社会に貢献しているのかなどを考えていたよ。なんか女性が多いイメージあるんですけど、そのなんか男女の比率とかっていうのも。そうだね、一応メンズアパレルとかしてるから。好きなこととか長所を伸ばせる仕事をつくと、確実に仕事してても伸びるし、成績も出る。
自分がピンチの時に助けてもらえないと、まず自分が助けて呼べれば、それで挫折したりとか、そういった時に絶対周りは助けてくれる。みんな真剣に話を聞いているね。社会人のリアルな声や本音を聞けるから、しっかり将来について考えられるいい機会になったみたい。お話を聞くだけじゃなく、模造紙に聞いたことをまとめて発表。3分という限られた時間の中でいかに効果的な発表をするのか、プレゼン力を求められたよ。社会人になったらそういう力も大事だもんね。ありがとうが最高の仕事のやりがいだということです。初連れさんは遊ぶことはあまりできなかったと言っていたので、部活、遊びたい、学びたいことを学べるかっていうことは重点的にしていたそうです。今回のプロジェクトを通して、地元 の企業を知ってもらう方、いらっしゃる方が、どんな方でというところを知ってもらう、知ってもらうことで、地元の方に、目を向けてもらって、将来地域に帰っていただけるような学生が今後増えればと思い、今回の取り組みをさせていただいております。生徒さんも積極的に質問されている方もいらっしゃいましたし、生徒さん企業さんにとってお互いすごいいい会になったんじゃないかなと思ってます。普段は聞けないような社会人の方からの貴重なお話を聞けて、自分の進路への影響も大きくあったし、今日学んだことを生かしてこれからの生活に生活していきたいと思います。家族とかでは聞けない話がたくさん聞けたので良かったと思います。朝早く起きて、しかも夜も家のことやらいっぱいあって、本当にいつも親に感謝してこれから生活したいなって思いました。高校生にとって貴重な経験になった今回のあずわずかける町の担い手作りプログラム。みんなの将来が明るいものになるといいな。ケーキ屋さん、チョコアイス、チョコケーキ。どうチョコ好きなんだじゃ。知恵の種のコーナー。このコーナーではみんなが真似したくなっちゃう楽しい工作や、思わず誰かに教えたくなっちゃう生活の知恵を紹介するよ。今回のお題はポーンとバズーカ。このポーンとバズーカ作りに挑戦してくれるのは金津東こども園のお友達です。よろしく。さて材料を紹介するよ。まずは紙皿とトイレットペーパーの芯、そしてビニールテープとセロハンテープ、輪ゴム2個、あとはティッシュとマジックペン、ハサミを用意しよう。ここで注意、ハサミを使うときは危ないから大人と一緒に作ろうね。じゃあ作っていくよ。まずは紙皿の中心にマジックペンでペンを打とう。そしたらトイレットペーパーの芯も紙皿に乗せて中を覗き込んでみよう。ペンがトイレットペーパーの真ん中になるように置いてね。置けたら芯の周りに沿って線を描いていこう。次は点からまっすぐ線を2本引こう。時計の12時と3時の位置に引いてね。引けたらその線に沿って切っていこう。丸く線を引いたところも切ってね。そうそう、上手。次はちょっと難しいよ。紙皿の端と端をくっつけてセロハンテープで固定しよう。くるっと丸める感じだよ。難しかったらお友達や大人の人に手伝ってもらおう。お次に白色の面に切り込み線を描こう。穴の周りに8本線が描けたら OK。 1センチくらいの切り込みを入れていこう。次はトイレットペーパーの芯を使うよ。芯の片方に4箇所切り込み線を描こう。綺麗なバッテンになるようにしてね。
かけたら1センチくらいの切り込みを入れていこう。その切り込みに輪ゴムをかけよう。1本目はバッテンになるようにかけてね。できるかな？そしたら輪ゴムが取れないようにビニールテープで固定しよう。2本目はバッテンの下にくぐらせて、片方の輪っかにもう片方を入れて引っ張ろう。これは難しいから大人の人に手伝ってもらおうね。次はティッシュ1枚を丸めてビニールテープでくるくるっと巻いて貼ろう。小さなボールができたね。それを輪ゴムに貼ってね。さっき作った紙皿と合体させていくよ。ちょっと硬いからグリグリっと押し込んでね。それでも入らないときは切り込みを深くすると入るよ。紙皿と芯をビニールテープでしっかり固定してね。最後にティッシュ1枚を優しく丸めてビニールテープで巻こう。芯の中にすっぽり入るくらいの大きさにしてね。小さすぎても大きすぎてもダメだから注意してね。ちょうどいい大きさのボールができたら完成。遊び方は芯の中にボールを入れて引っ張って離すと、ポーン、遠くまでボールが飛んだ。誰が一番遠くまで飛ばせるか勝負だ。さてっと、今回のあわらの目はここまで。次回までバイバイ。